皆さんこんにちは。ここは JR 大阪駅です。今日はいつもの登山ではなく電車の動画になります。実は前から乗りたかった寝台特急サンライズ瀬戸出雲号に初めて乗ります。昔学生だった頃、ムーンライトながらという夜行列車には乗ったことがありますが、寝台特急に乗るのは今日が初めてでとても楽しみです。サンライズ瀬戸出雲はそれぞれ出雲市駅、高松駅から東京までを結ぶ人気の寝台特急です。車両はそれぞれ2階建て7両編成ですが、岡山駅で連結して合計14両になります。出雲市、高松を出発した後、大阪、静岡などで停車しながら翌朝の7時8分に東京に到着します。これに乗れば全泊しなくても朝一の予定に間に合いますね。出発30分前にホームに到着しました。もうこの時間になるとホームのコンビニはやっていないので、駅に来るまでにいろいろ買っておいた方がいいですね。改札の外のコンビニももうやってなかったので、12時ちょっと前にはもうやってなかったので、そうですね、今買えるとしたら自販機ぐらいですね。飲み物は自販機で買うことができます。4番は下の階で、これ2階建てになってるんですけど、下の階なので、ちょっとホームと同じぐらいの高さにいる感じですね。はい。全然一人寝る分には、広さとしては十分な広さです。出発しました。ですけれども、これ入り口ですね。鍵があってコンセントがここについてます。とコップと、コップですね、とパジャマ、枕と掛け布団。これはなんだ、ちょっと盛り散らかな。照明ですかね、スイッチがあります。至ってシンプルというか、それ以外は何もないんですけど、この辺は荷物置くスペースがここにちょっとあって、靴とかはこう足元がこんだけ置くスペースがあります。スリッパもありますね。鏡、感じです。天井は、そうですね、全然普通に立っても頭がつかない。このベッドの上に立ったらさすがにつきますけど、この下だったら絶対大丈夫です。サンライズ瀬戸の料金なんですけど、シングルで特急料金2960円、
寝台料金が7700円と、乗車券が8910円ということで、まあ、合計して19570円でした。まあ、新幹線で行く方が全然安いんですけど、まあ、新幹線プラスホテル一泊と考えればちょっと安いかなという感じですね。サンライズのチケットは1ヶ月前から緑の窓口か JR 西日本のいいご予約サービスで購入することができます。今回は乗車日が平日だったので約2週間前でもまだ空席がありましたが、休前日とかはすぐ売り切れてしまうそうなので早めの予約がおすすめです。それではちょっと車内を見ていきたいと思います。外に出るときは4桁の暗証番号を設定します。9号車にはトイレと洗面台が1つずつ、8号車にはそれぞれ2つずつ設置されていました。2階の部屋は窓の上部が丸くなっています。シングルツインの部屋は2段ベッドがあり、1人でも2人でも利用可能です。10号車はソロの車両です。ソロはシングルより寝台料金が安く設定されていますが、幅が狭くて圧迫感があります。ただこれはこれで秘密基地感があって楽しそうです。ソロの2階は室内に階段があります。10号車にはラウンジもあり、ご飯を食べたり話したりすることができます。シャワーカードは始発から乗らないと買えないようです。11号車の上段は A 寝台のシングルデラックス、下段はサンライズツインの部屋があります。シングルやソロの車両とは違い、通路が片側に寄っているので広い部屋が確保できます。12号車は伸び伸び座席です。シングルのようなマットレスはなく、硬いカーペットの上で寝ます。ただ座席扱いなので寝台料金が不要で、一番安く乗ることができます。はい、パジャマに着替えまして寝る準備ができました。全然余裕で寝れますね。音もそんなに
うるさくないですし、1時過ぎてるんでそろそろ寝ようと思います。おはようございます。朝の5時44分、はい、熱海に到着しました。昨日寝るときはこちらを頭にして寝てたんですけど、こう上から風が吹いてきてちょっとそれが嫌だったんで寝る方向を変えました。頭がここにぶつかるんで気をつけないといけないんですけど、今よく見るとあれだな、これだけ下げたな。ああ、こうやればよかったのか。しまった。じゃあ普通にこっちを頭にして寝ればよかったな。お、発射した。熱海で発射しました。すり寝れました。揺れとかも音とかも全然気にならなくて、一回浜松あたりで停車した時にちょっと起きたんですけど、それ以外はぐっすり寝れましたね。はい、非常に快適です。はい、こんにちは。今は東京の池袋にあります、サンシャインバスターミナルにいます。今日は東京から大阪に夜行バスで帰ります。行きはサンライズ瀬戸という、寝台特急に乗ってきたんですが、帰りは、リラーエクスプレスのリボーンという夜行バスで帰ります。はい、値段としては13,400円で、まあ、新幹線とほぼ同じぐらいの値段なんですが、まあ、こう半個室みたいな感じになっていて、快適に寝て帰れるというので、ちょっと今日はそれに乗って帰ってみたいと思います。3番乗り場、
と大阪。リボーンのシートは全部で18席のみとかなり余裕のある作りになっています。座席が広い分通路幅が狭いので横向きに歩かないと体が座席に当たります。手荷物は座席の上へ置きますが荷物スペースの高さが狭いので入れるのに苦労しました。座席のリクライニングはリモコンで変えることができます。座席は最大155度までリクライニングすることができます。足は前の座席のフットレストの中に入れることで完全に伸ばすことができとても快適です。23時40分帝国通り池袋を発車しました。大阪方面行きウィラーエクスプレスです。到着は大阪梅田には8時20分に到着予定です。車内で快適にお過ごしいただくためのご案内をいたします。箱も含め全席禁煙です。車内での携帯電話。のスカイビルのバスターミナルに到着しました。ウィラーエクスプレスのリボーンという、バスに乗って東京から大阪までやってきましたが、寝心地としては非常に良かったですね。フルフラットとまではいかないんですが、だいぶフラットに近いところまで座席が合わせて、ぐっすり眠れました。強いて言うならちょっと寝返りが打てないっていうか、同じ姿勢でずっと固定されてるんで、その辺がちょっときつかったかなというのと、あと途中、3箇所ぐらい、サービスエリアで停車したんですけど、この一番奥側の丸側の席に座ってたんで、出るためにはこう隣の人をまたいで出ないといけないっていうので、なかなか出づらかったな。一度も外には出なかったんですけど、もし出たい時にちょっと奥の方
方の席だと出にくいかなっていう感じでした。まあ、なんか寝てたんであんまりよく分からなかったですけど、外出てる人もあまりいなかったんじゃないかなという気がします。ということで、今回は、行きはサンライズ瀬戸という寝台列車で、帰りは、夜行バスで帰ってきましたが、まあ、総合的に言ってどちらがいいかというと、やはりちょっと値段が高いですが、寝台特急の方が、まあ、個室ですし、まあ、完全にフルフラットで、自由に寝ることができるという意味で、まあ、やはり値段分だけ寝台特急の方が良かったかなという気がします。まあ、といってもやはり新幹線の方が安いので、まあ、新幹線に乗って安いホテルに泊まるっていうのが、まあ、一番楽かなという結論でした。はい、ということで今回の旅はこれで終了です。お疲れ様でした。